タイテロ戦争アフガニスタン紛争クンドゥーズ、包囲戦クンドゥーズ包囲戦とは、アフガニスタン紛争中に、アフガニスタン北東部のクンドゥーズ市をめぐって、クンドゥーズ州やタハール州で、アメリカ軍や北部同盟とタリバーンの間で行われた、戦闘である。2001年11月9日のマザーアリシャリーフ、奪還の後、北部同盟の進撃の目標は、クンドゥーズ市に移った。そこには、 アフガニスタン北部の最後のターリバーンの根拠地があった。モハンマド・ダウド・ダウド機間の北部同盟の軍勢は、アメリカの特殊部隊のアドバイザーと共に、タハール州の州都タールカーン市に向かって進撃し、11月11日に市の外側に到着した。ダウド軍は、アメリカ軍の空爆の前に市に突入し、素早くターリバーンを捕捉して、市の支配権を奪取した。 タールカーンのターリバーンを捕捉した後、ダウド軍は、クンデューズ氏を包囲するために進撃した。しかし激しい抵抗にあったので、ダウドは、市の周辺に軍を展開し、アメリカ軍の航空支援を使って、ターリバーンを弱体化させた。アメリカ軍の航空機は11日間ターリバーンを爆撃し、44個の複合陣地や12両の戦車と51台のトラック、 大量の補給物資を破壊した。包囲から3日後に数千人のターアリバーンとアルカアイダの外国人兵士がパキスタンの軍統合情報局の工作員や軍人と共にパキスタン陸軍の飛行機で脱出したという。11月22日にダウド軍がクンドゥズ市の隣にあるハナバード市を占領したので、 形勢不利と見た、クンデューズ氏のターリバーンは23日に降伏した。報道によると、ターリバーンの降伏後、北部同盟の兵士によって略奪が行われ、ターリバーン捕虜の死刑が執行されたという。複数の人権団体の調査によると、数百人から数千人の捕虜が市内や上手じゃーん。州の州としてベルガーン移送後に虐殺されたという。この虐殺は、 出してライリー虐殺として知られており、コラムニストのテッドロールによる告発やアメリカ軍の関与を指摘したジェイミー・ドーランの2002年のドキュメンタリー映画、アフガン大虐殺史』の誤送が有名である。2009年7月のニューヨーク・タイムズの記事によると、アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマは、ブッシュ政権が虐殺の調査の申し立てを、どのように処理したのか調査するように指示したという。 ありがとうございます。